今ですねちょっと現場に向かう途中ですね、これなんかね気になるものがあって寄り道してるんですが、なんかですねこの辺りが水門ができる前に川の氾濫で結構亡くなられてるみたいで、で水門ができてからそういったことがなくなったんですけど、死者がですね5000人余りにも達したって書かれてます。わあすごいですね。はい、じゃあ現場に向かいたいと思います。朝 TV。 はい、現場入り口に着きました。ここを登っていきたいと思います。この山の中にですね城跡もう跡形もありませんけどもあるようなので行ってみたいと思います。結構やっぱりですねここもこの山もそんなに大きくないんですけど、家や工場に囲まれてポツンとあるような感じで、やっぱり取り除けない何かしら理由がこうやってあるんでしょうね。ちょっと怖いですね、なかなか雰囲気が。結構これ急だ、これは階段と言えないな、これ。うわぁ、ちょっと怖いですね。なかなか雰囲気がありますよ。怖い怖い。よいしょ。あ、恐ろしいな。よいしょ。怖いな。なんかあると左にお墓？うわ、いきなり出てきた。いきなりお墓が出てきましたね。いきなりかい。古いですねこれ。左は新しいですけど、これはなんだ、こっちってなのか。でここその城なんですけど、落城はさせられてないんですけど、まあ、結局廃城にはなってるんですけど、やっぱ戦いはあったみたいで、落ち武者の霊が頻繁に目撃されてると言われてる場所で、まあこれ多分ねお侍さんのお墓もちょいちょい混ざってるっぽいですね。こうちょっと倒れちゃってますけど、じゃあ先へ進みたいと思います。怖いですねこれは。どっちだ、どっちなんだろう。こっちにも右にも墓がありますね。ちょっとこっち行ってみましょうか。こっちにも道が続いてる。これはちょっと迷子になりそう。なんか藪林って怖いっすね。ここは比較的新しいお墓かな。わあ、ちょっと怖い。これ、怖いな、おい。うわ、上の、うわあ、階段組あるじゃん。ちょっとここ上がってみますけど、怖いな、これ。ちょっとお邪魔しますけど、いいのかな。はい。うわあ、これ、これ、やばいぞ、やばいぞ。めちゃくちゃ怖いんですけど、マジか。なかなか雰囲気がありますね、これ。ああ、ちょっとお邪魔します。これ、当時の石垣なんだろうか。いや、でもなんかそれっぽいな。わあ、なんか上にある。これ上がるか。怖いぞ。よし、お邪魔しますね。ちょっと。わあ、左右がお墓。うわーすごいお墓。ただの石ですけどね、これお墓にしてますね。石古いですね、なかなか古い。その辺に落ちてたらもうお墓と見分けがつかないですね。だから石をね持ち帰ったらいけないのはこういうことなんでしょうね、きっと。
立派でも。これも変わったか形のお墓ですけどね。変わってる。短いです。ちょっとすいません、ちょっとライト照らしちゃってあまり良くないんですけど、ちょっと怖いな。怖い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 。お邪魔します。わあわあ、なんか音がした。いやあ、すげえ。いたたたた。おお、怖いな。なんか音がしてるぞ。お地蔵さんがあるか。うん、お邪魔します。香川県御所。ちょっとこれあまり映さない方がいいな。あ、ここお侍さんだな。ちょっとライトあまり向けない方がいいんだろうけど、ちょっとね、こっち行こう。窓上にあるな。よいしょ。行き止まりになってるね。あ、ここまでか。多分城跡はもっと奥なんだろうな、きっと。わあ、いっぱいある。ちょっとライトあまり向けない方がいいぞ。これはここが最後ですね。ここ最後だ。すごいな。あ、行き止まりですね。ここで終わっちゃった。いや、お邪魔しました。本当にお邪魔しました。いや、ちょっと道が続いてるようなんで行ってみます。どこかにね、祠というかお堂っぽいものがあるはずなんですけど、これで合ってるのかどうかちょっと分かんないけど、怖いなこれ。わあ、怖い。動物が出てこなければいいけど、これまだね、車とかバイクの音が聞こえるからまだ救いですけど、いや、そんなことないな。怖いな怖いな。これ道か。あ、なんかあった。なんか出てきました。よいしょ。左に何か見えてきたけど、お、これか。なんかあるっぽいか。違うじゃん、お墓じゃん。左にお墓がまだ出てきた。こんな山奥に。マジか。やべ、お墓だった。ちょっとこれは一回スルーしよう。こんな山奥にお墓があるって。どこだ。お、ちょっとね、音がしてる。何かいるぞ。急に襲ってくるなよ。怖いですね。どこかにお堂があるはずなんだけど、道といえば道だし、道なのかなこれ。え、どっちだこれ。え、下にも降りていけるし、こっちか。どっちだ、わかんねえ。こっち行ってみよう。あ、ここの岩もなんか関係ありそうだな。あ、あった。わ、すごい開けた場所に出た。ありましたね。意外に近かったですけど。おお、ちょっと怖いな。なんだこれは。なんだったかなこれ。
名前忘れたんですけどね、源五郎神社だったかな。いや普通にそこそこ大きいね、もっとちっちゃいのかと思ってたんですけど、こっちはなんだこれ、柵がしてあるけど、これなんだろう、中に何があるんだ、中に入らない、あ、池だ、池がある、池が、池があるな、おい、ここもらえませんか、ここ。います。います。います。どこにいます？ここですか？何でもいいんで喋ってみてもらえませんか？ちょっと上ですか？何にもしませんので、何かこう伝えたいこととかありませんか？誰もおられませんかね？え？上ですか？結構お騒がせしてすいません、何でもいいんで喋ってみてもらえませんか？さっき行けって言いました？すいません、本当にお騒がせして、お邪魔でした？もうすぐ帰りますんで、何か最後に何か伝えたいこととか何かありませんか？ちょっと分かりにくいですね。もうちょっと何かこう分かりやすくお話ししていただけないでしょうか。怖いです怖いです。そろそろ帰りますね。よいしょ、あ、戻ってきた。ちょっと優しい光でお見せします。こんな感じでした。
お、なんか音がした、カーンって。なんだおい、なんか音がしたぞおい。どうした、なんだったんだろう。まあいっか、ちょっと降りてきます。これ声が聞こえるのはね、きっと街で普通に人です。滑るなこれね、竹の葉っぱがね、めちゃ滑る。ちっちゃな箱がたくさんありますけども、はい、じゃあちょっと降りていきますね。よいしょ。お、びっくりした、なんか音がしたんだ。びっくりした、これでっかい墓だな。ちょっとあまりお墓は映さない方がいいので、いや、なんだろう、変な感じはなかったんですけど、暗いから怖いのか、この雰囲気で、まあ、怖さはあるんですけど、いつものね、やばいっていう感覚はなかったですね。ここはやっぱり供養が行き届いてるんだと思うんですけど、まあでも一応ね、落ち武者の霊が噂される場所ではあるんですけども、はい、じゃあ降りていきたいと思います。よいしょ。まあ一応ね、そうは言っても素人の僕の言うことなんで、もしかしたらね、そんなことないかもしれませんし、最後までね、ちょっと気が抜けないんで、一応ね、撮影だけはこうしながら降りていって、きっと何もないとは思うんですけど、もうこの辺りでもね、家が普通に出てくるんで、撮影はこの辺で終わりたいと思います。これってでもね、上にあったお墓の石にそっくりだけど、これ違うのか、これ。ちょっと気になるな。もしかしたら可能性はね、あるかもしれない。似たようなのがあったから。これ、あららら。違うかな。はい、落ち武者の霊が噂される広島の某城跡からだったんですけども、まあ、一通りこうぐるっと回った感覚なんですが、僕の感覚なんですけども、怖いんですけど、特にね、いつも感じるその変な感じっていうのがなかったんで、特に何も現象は起きなかったということで、後にしたいと思います。まあ、本当に素人感覚で申し訳ないんですけど、ここは何も感じませんでした。ご視聴ありがとうございました。